はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ディアブロ4の続きをプレイしていきたいと思います。前回はすごかったですね。壮大な夫婦喧嘩の決着がついた感じなんですけども、結果としてはイナリウスが敗れるということですね。リリスが勝ったんですけども、リリスも相当なダメージを負ったと。でロラスさんが今ならソウルストーンに封じ込めやすいって言ってたんですけども、そのソウルストーンをリリスに使っていいのかどうかですよね。まだメフィストが、リリスの父親が残ってるんで、そこがどうなるかですね。いや、しかし、すごい、見応えがすごかったですね。ほんと映画並みというか、なんだっけ、見えざる、見えざる目。これ使ったらバレるん、前一回使った時バレたんですよね。リリスを探すぞ。そのためには目を使うしかない。本気？最後に目が使われた時とんでもないことになったんじゃ。他に案があるか。どうだ、やはりな。待って、待って、ドナ、血が出てる。平気だ。ロラスの言う通り、頼りになるのは目だけだ。リリスを見つけるにはそれしかない。時間を無駄にできない。大丈夫？また目を使う。
どこだ。お前は己が心の囚人だ。ここに閉じ込めておくこともできる。別の運命を与えてやろう。お前はサンクチュアリ一の守護者になれるぞ。あとはお前次第だ。あ、でもリリスは相当弱ってるみたいですね。アストロスも言ってましたけど。お母さんと戦った場所かな。わらわの血を飲んでいる。お前の一部となった。これからもずっとお前の希望と恐れを胸に抱く。周りの救世主から善と悪のおとぎ話を聞かされる。あ、これ一番初めの村の教会だ。子供の目から見た世界だ。だがそれも全て幻。オラドリムは真実を知っている。そうだとして、彼らは知識の保持者に過ぎない。お前に到底及ばない。ドナー。あ、で下にヘビもいますね。あ、これあれだ。アストロスをドナンと一緒に過去に倒したナフェイン。あ、ビーゴ。ビーゴだけ声がでかい。いやー、これ、いい方向に
てない。まあ、なんだこれ。悪夢ってなってるから、まあ。あ、マズマ。わらわの息子は、ホラドリムよりも賢い。だが、羊飼いには向かない性質だ。彼の予言は警告ではあったが、サンクチュアリはまとまらず、混沌を生み出させてしまった。イナリウス、エライウス、ロラス、予言の意味を都合よく解釈するあまり、いずれもその単純な真実に目をつぶっていた。我らは皆、天使と悪魔の手を、英雄の戦いの囚人だ。その事実は一生つきまと、生き延びるためには戦うしかない。予言は己のことしか書かれていない。イナリウスの考えはまるで人間のよう。人間は彼からそのうぬぼれさを受け継いだのか。いやー、なんかリリスの言葉言ってること間違ってないから、間違ってない感じがするんですよね。でもなー、祝福の母よ、メロヤス、救いたまえ。エライウスはわらわがサンクチュアリを救うと信じたが、それは違う。違う。人間を導くのは同じ人間。そう。お前だ。ああ。救世主になるつもりはない。真の羊飼いならそう思わぬか。己を振り返るがよい。お前は人々の希望となっている。過ちがあるとすれば、怒りの矛先をわらわに向けたことだ。なんか不思議な魅力があるというか、ここで一瞬虜になる。なんかちょっと信じちゃいますよね、リリースの言葉。
光が足りない。父さんが出てきたよ。山脈の洞窟、メフィストが俺を見つけたのはここだ。一番初めのスタート地点だ。助けようとする。この場所を見よ。この惨めな洞穴で我がお前を救ったのはリリスを撃てると思ったがゆえ、それ以上は求めぬ。率直なところ、いずれ我ら敵同士となるだろう。だが今この時はリリスを撃つために互いが必要なの。我の目を見よ。うわ、先は険しい。我が祝福が目じゃ。それぞれ進むわ。どっちを信用、まあ、どっちも信用できないんだけど。で、メフィスト姿が狼だからちょっと可愛く見えるんだよな。おお、なんだ、メフィストパワー。やはりあの狼が影で手を回していたの。わらわではなく、メフィストに従うというのか。なんと愚か。どちらにも従わない。父に何を言われた。あ、気になってる。ないよ。気になってるね。大佐のところで初めて助けたときに、
出入りだ。エライアス。それ。あれ。メフィストの命運はもう決している。お前は無駄に命を投げ打った。おお、そうっす。よし。何の音？え、待って、嘘でしょ。元気に見えるか。手をどかして傷を見せる。お前の指図は素直に聞くわけないだろう。私のことを知ってるくせに。大聖堂より私を頼ればよかった。力になれた。助け合えたはず。よりも救えたな。息子は他に音楽か。
目で何を見たのか。リリスが炎の海を渡り、その先に父親の領域も映し出された。その後、奴に閉じ込められてしまった。遅すぎたか。石を手に入れた。もう後には引けない。どうすればいい。わからない。私が生き残れなかったとしても、お前が決着をつけると信じてた。私と違ってお前の意志は常に固い。直感に従い、その直感があったからこそここまで来た。うわ、これちょっときついな。オラスさんもなんか具合悪いのかな。で、ロラスさんちょっと鼻毛が出てたね。いやー、これちょっときついな。何を企んでいるの？企みだ。